今回はパワースポットの旅第12回で、以前からリクエストのあった岩木山、生駒山、立山を取り上げます。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでまずは岩木山です。岩木山は青森県弘前市および西津軽郡鰺ヶ沢町にある山です。標高1625メートルの火山で、津軽富士とも呼ばれています。ここのエネルギーはとても強いんですけど、軽くて澄んでいます。ですので強くないなぁと勘違いする方もいるかもしれません。その強いエネルギーであらゆる災難から強く守ってもらえます。次は生駒山です。生駒山は奈良県生駒市と大阪府東大阪市との県境にある標高642メートルの山です。ここのエネルギーはとても優しくて落ち着きます。ここもあらゆる災難から強く守ってもらえます。そして立山です。立山は立山連峰と後ろ立山連峰の2つからなっています。ここのエネルギーもとても澄んでいて、ほわーっとなります。そして包み込まれ、優しく強く守られます。それではまず最初は岩木山のエネルギーです。終わりました。次は生駒山のエネルギーです。
終わりました。次は立山のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。